はい、どうもこんにちは、ラックです。音切り層実況プレイ始めていきたいと思います。はい、ということで鎧が波でしたみたいな波でしたね。で、そっから選択肢が出てたとこからですね、無前そう無前無前と僕は言った。この屋敷には何か悪魔的な力がある、この鎧には何か仕掛けがあるんだ、とにかく誰かに狙われているという3つの選択肢、これをのとこからスタートしていきたいと思います。はい、まず悪魔的な何かがある、悪魔的な力がある、鎧には何か仕掛けがある、これがまず現実的な感じ、これはなんか非現実的な感じ、これはもう今起こっていることみたいな、今考えられることみたいな感じだな。非現実的にこの屋敷には何か悪魔的な力があると考えるか、この鎧には何か仕掛けがあると考えるか。とりあえず何も仕掛けはないでしょ。そしたら誰かに狙われているかもしれない。誰に狙われているかわからないから、まず悪魔的な力がある、もう認めよう、ここに幽霊がいることをもう認めよう。この屋敷には何か悪魔的な力がある。僕は波の手を取って急いだ。ホールの突き当たりのドアを開けると、そこは離れの渡り廊下になっている。離れって、その柱に波が小さな傷跡を見つけた。どんな傷跡だ、あら、これ背比べの跡よ。おー、背比べの跡、ちょうど僕の腰のあたりだ。おー、メモリのように線が引かれ、その横へ名前らしい文字が刻まれている。あ、鏡込んでその文字を読んだ波がポカンと口を開けた。え、ラック、これ私の名前、見ると確かに波、ナオミと書かれ刻まれている。偶然の一致だよ。ナミなんてそれほど珍しい名前じゃないさ。確かにね、ワンピースだね、ナミとかいるもんね。でも変ね。この二人ほとんど背が同じ。背が同じ。そう言ってナミは自分と同じその名前を指でなぞった。あ、すると不思議なことが起こった。柱からにじみ出てきた液体がじわじわと背比べの部分を濡らしていく。液体？まるで泣いてるみたい。あ、確か、あ、なるほどね。線が横に同じ二つやって、その、液体が出てるみたい。なるほど。線がまっすぐになって目みたいになってるな。そっから水が出てるのか。あ、また異変が起こった。その液体で波という字がじわじわと溶け落ちてしまったのだ。ラック怖い。波がしがみついてきた。僕は言った。雨漏りもね、言えない状態だろ、きっと。きっと、酸性雨だよ。酸性雨でも、もう染み込んでたのさ。さ。波じゃなくて、13って書いてたんだよ。13って、おい。そうだな。酸性雨って。銅像も溶かすほどの、ね、雨ですからね。溶かすというより、なんて言うんだろう、ツルツルになるって言った方がいいのか。ま、雨漏りのせいだ。雨漏りだよ。そうね。早く行きましょう。ほら、雨降ってる。テラスの向こうにガレージが見えた。あれ？その前に白いものがぼーっと立っている。誰かいるみたい。波にもやっぱり見えるらしい。ナミ、あの人さっきのミイラに似てないか？それともミイラがあの人に似ているかよね。女はゆっくりとこちらを向いた。怖いなと思ったら消えた。ナミ、気のせいよ。私たち何も見なかったわよね。何も見てないよ。僕ら今女がいた場所へ近づいていく形になる。うわ、びっくりした。すんじゃねえよ。これ、オープニングだったやつ。へっへっ、波が息を飲んで立ち止まった。何？今、ドクロが。そこは墓地だった。やめて、この袋の声。
いくつもの墓石が並んでいる。まさか今の女ここから出てきたんじゃないだろうね。てん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 。振り返ると波の異変が、様子がおかしい。おい、どうしたな波。ラック。波は僕にしがみついてきた。ねえ、私を離さないで。ひどく怯えている。え、どうしたんだよ。どうした。私ここにいたことがあるの。いたことがあるの。え、なんだって。波が変なことを言い始めた。まだ私が6つか7つだった頃、誰かが無理やり私たちを引き裂いたのよ。引き裂いたのよ。私たち、たち。こんな波は見たことがない。待てよ、波。私たちって誰のことだ。ここで一緒に住んでた家族よ。お母さんとお姉さんと三人で暮らしてとっても楽しかった。それをある日誰かが引き裂いたの。波は涙まで浮かべている。いくら泣き叫んでも誰も助けてくれなかった。私一人だけはここから連れ去られたの。僕は慌てた。しっかりしろ、ナミ。じゃあ今のナミのお母さんとお父さんは誰だ。君はいつも一人っ子で幸せに育てられたって言ってるじゃないか。ナミはポカンと僕を見つめた。幸せに育てられたって言ってたじゃん。言ってるじゃないか。そうね。私何言ってんだろう。ちょっと怖いね、ナミ怖いね。ナミは少し休ませた方がいい。しかしだからといってまた屋敷へ連れ戻したら何が始まるかわからない。ナミ、もう行こう。ああ、私だんだん思い出してきた。ナミはこめかみを抑えた。やっぱりこの屋敷には覚えがあんの。おいナミ、じゃあ見て、あのガレージの中にはすごく白くて、四角いクラシックカー、クラシックカーがあるの。あるはずよ。ガレージを覗いた。クラシックカー。そこには、ナミの言った通り、白いクラシックカーが埃をかぶっていた。ほらね、私、これで乗せられたことがあるの。全身に鳥肌が立つの。わかった、わかった。じゃあ、きっと小さい頃遊びに来たことでもあるんだろう。それならなんとか、つじつまが合う。ちっちゃな子もいたわ。男の子だったか、女の子だったか。それからお母さん。ナミは自分で言ってから驚いたように僕を見た。やっぱり私のお母さんだわ。え？ああ！ナミは頭を抱えてうずくまってしまった。ねえ、私、頭が痛い。危険だが、ここは、ん？こうなっては仕方がない。よし、戻って薬を探そう。いや！ナミは怯えて後ずさった。いや、もう戻りたくない。私もう平気だから、連れて、逃げて。連れてもう逃げて。ナミの様子は痛々しいほどだ。わかった。じゃあそうしよう。僕は波の肩を抱いてガレージを出た。でもどうしてこんな急にいろんなことを思い出すのかしら。今まで何もなかった記憶なのに。誰かにマインドコントロールされているんだ。もう何も考えるな。だからこのあーはやめてほしいな。聞いてラック、私やっぱりこの家の人間だったのよ。僕は走り出した波を追った。おい、どこに走った。待てよ波、私はここで生まれたの。姉がいて、姉はナオミって名前だったわ。ナオミか。今やってるゲーム実況なんて、そんなことはいい。波寄せ。誰かにそんなありもしない記憶を植え付けられているんだ。そんな妄想は捨てろ。ますます取りつかれるぞ。違うのラック。ここは私の家なの。このテラスにも見覚えがあるわ。私はここで生まれ育った。だからあんな背比べまでが。そういう話がなかったから逃げてからにしろ。そういう話なら逃げてからにしろ。わかった、だめ。好きなだけ話せ。よく聞け。これは罠なんだ。これは罠だ。どういうことだ。これは罠だっていう必要はないよな。じゃあなんだ。落ち着かせるためにとりあえず好きなだけ話してから。わかったわかった。まず落ち着けっていう感じが。じゃあ話を聞いてみよう。話をしよう。わかった、何。好きなだけ話せ。すべて吐き出せば波も落ち着くだろうと僕は思った。俺も思った。危ない波。とっさに僕は波をかばった。ヘッドライトだ。さっきのクラシックカーがガレージのシャッターを破って突進してくる。ぺー、なんでプップーなってんの。波の腕を掴んで危うく避けた。風が通り過ぎた。車は晴れの壁に突っ込んで止まった。車には誰も乗ってない。無人車はバックしてこちらへ向かって向き直った。うわ、また来た。森へ逃げ込もうとしたが車に先回りされてしまった。
よし。ほらのもえ、逃げようとしたが、また詐欺まりだ。さあ、どうなる？車はまるで僕らを屋敷へ追いかけようとしているようだ。そうだ、どうなる？波とラックはどうなる？メダラック。僕らはやむなくテラスから転げ込むように飛び込んだ。無人車は横手の壁に激突してスクラップになった。グシャン、カポクマ。僕は息を呑んで、息をついて起き上がった。あれ？見るとついてきてるはずの波がいない。なぜいない？波？こんな時に波が消えるなんて、何かあったに違いない。きっとその辺にいるはずだ。待てよ。もしかしたら僕を置いて逃げたのか。クソ波ね。待ってる。待ってると怖いよな。絶対またハブじゃねえよ。マムシが来そうだな。鎧も来そうだな。また鎧着てきそうだな。きっと何かあったんだろう。ここはまた C にしてみようか。いやいや、そんなはずだな。何かあったに違いない。また来た。2階だ。僕は階段を駆け上がった。開いたドアが一つある。僕はその部屋に飛び込んだ。あいてて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 。誰もいない。僕がつまずいたのはバラバラに砕けた木製の椅子だった。壊れた椅子の足には大きな歯型がある。おい、冗談だろ。まるで巨大なサミーでも食い散らかされた。後のようだ。食い散らかされたの方が読みやすかったな。だからそんなことはいいや。怪魚。なんか魚多いよね。魚ネタが多すぎ。ベタベタと歩くでっかい魚を持つして僕は思わず飛び跳ねた。なんだ。壁にカレンダーがかかっている。今日の日付が丸い。赤い丸で囲んであり、その下には何か書き込みがある。そこにはこう書かれてあった。7時43分。ようこそ。ラック。なぜカレンダーのこんなところにナミと僕の名前が。7時43分とは僕らがちょうどここへ迷い込んだ時間だ。僕はめまいを感じた。頭がクラクラする。誰かがここで僕らを見ていたのだろうか。僕らは誰かにおびき寄せられたのだろうか。これまでの奇怪な出来事は全て仕組まれたものだったのだろうか。僕は波に見せまいとカレンダーを破り捨てて飛び出した。不気味に思ってその場から逃げるように飛び出した。今日が仏滅だと知ってますます怖くなって飛び出した。仏滅とかそういうのは別にね、気にする人ですけど、気にする方ですけど、俺もね。そうだな。不気味に思ってその場から逃げよう。ああ、気持ち悪い。不気味に思ってその場から逃げるように飛び出した。ナミどこだ。僕は大声で怒鳴った。こっちを来て。おっと、この部屋か。僕は飛び込んだ。見て、母子手帳。差し出したのは母子手帳だった。私のこれ母子手帳だったの。なんか随分古い母子手帳だな。2冊あるよ。見ると確かにナミとある。だが名字が違う。違うよ。ほら、ナミって名前の子がここにもいたってだけの話さ。違うよ。本当にもう生年月日が同じでも血液型が同じでも、だからそれも偶然の一致だったら。違う。ナミは青ざめた顔で涙を見せた。じゃあラック、これでも。中を見せた。そこには赤ちゃんの手形があった。ナミはそれに自分の手のひらを並べて見せた。指紋どころが、証文どころか指紋まで同じだった。私この家で生まれ育ったのよ。私にはナオミって双子の姉さんがいたのよ。ナミはもう一冊の母子手帳を見せた。そこにはナオミとあった。ナミと同じ生年月日だった。ナミは震えている。ねえラック、私は一体誰なの。ナミは後ずさりながら叫んだ。ラック、もう私と一緒にいてはダメ。今まで怖い目にあったのはみんな私のせいだったんだもん。ナミ、変なことは言うな。誰もそんなことは思っちゃいない。違う。おとぎりさんは復讐のあれだもん。誰かが私を恨んでんのよ。私ラックまで巻き添えにしちゃう。バカなこと言うな、ナミ。こんなとこは早く逃げ出そう。いや、ラック早く一人で逃げて。ナミは部屋を飛び出して行った。ナミ、バカな。
あの波が一体誰に復讐されるというのだ。波が人の恨みを買うなんて考えられない。もしや恨まれているのは僕だとしたら、相手は女。え、意味が分かんないぞ。ちょっと待てよ。あの波が一体誰に復讐されているのか。あの波が、波が人の恨みを買うなんて考えられない。あの波がもしや恨まれているのは僕。あの波がもしや恨まれているのは僕、あの波がだとしたら相手は女。そうだな、女。誰に恨まれてる、誰に恨まれているんだ。いや、俺恨まれてるとは思わない、でもさ、波に危害は加えてあるか。一つあるとしたら高温のあの熱湯シャワーだけだよな。あと血まみれにされた動物がかかったことだけだしな、結局俺だけなんか殺されそうだよな。そしたらもう恨まれてんの俺じゃねみたいな。でもそんなことはないか。一体誰に復讐されるというんだ。普通考えるのはこれだよね。じゃあ普通に行きますよ。一体誰に復讐されるというのだ。波。僕は波を追って階段降りた。どこからか冷たい空気が漂ってくる。背中にゾワッと、おかんが走った。体が何かを感じているのだ。女のすすり泣き合い声、涙。僕の胃がキュッと縮んだ。涙キュッと縮んで、おえっキュッと縮んで、おえっおえっ。僕はそのすすり泣きの声を立てた。ピアノホール、なんかすごい幻想的な場所だ。ピアノホールに波はうずくまっていた。波はすっと立ち上がった。せつじぺ、あ、ダメだ。波の声が、何、鬼女の方が分かりやすい。後ろの窓が突然割れた。ガシャ。波の顔は元に戻った。また窓が割れた。逃げる波を追うように窓が次々と割れていく。ラック助けて、こっちだ波。僕らを追いかけるようにガラス戸や鏡までもが次々と割れていく。僕らは部屋を飛び出した。ドア閉めるんだ波。部屋の中はやっと静かになった。ねえラック。涙をためた目で波は僕を見た。誰がこんなことすんの。私どうしてこんな目に遭わなきゃならないの。ナミはそう言ってシクシク泣いた。日記を見よう、僕は言った。あの日記だ。すべての鍵はあの日記の中にあるような気がする。すべての鍵はあの中にあるような気がする。俺ちょっとなんか文字ほんと改善して読むよね。日記は僕らがミイラの間と名付けたあの部屋にあった。やっぱりお母さんの日記。波は懐かしい匂いでも嗅ぐようにその皮拍子の匂いに日記に頬ずりした。僕はしばらく放っておくことにした。お父さんと二つ下の弟が自動車事故で死んで、お母さんは姉のナオミか私のどちらかをよそへやらなきゃいけなくなったの。この日記にはそのあたりのいきさつが書いてあるはずなの。波は日記を読み進めながら涙をこぼした。かわいそうなお母さん。僕も日記に目を通した。波の母は波を養女に出した後の辛さ寂しさを綴っている。4月3日波はもういない。今日は満7歳の楽しい誕生日のはずなのに、妹の波がいないと波はしきりとそのことばかりを言う。波の寂しさは日増しにひどくなるようだ。7月5日、ナオミが部屋へ閉じこもってしまった。そっと覗くと、ナオミは波の人形を全部出して自分の周りに並べ、まるでそこにまだ波がいるかのようにして遊んでいる。あんなに仲良しだった双子姉妹をこの私が引き裂いてしまったのだ。7月7日、七夕様を飾ったのに、波は部屋から出てきようともしない。ふと願い事を書いた短冊を見た。波ちゃんに会いたい。波ちゃんと暮らせますように。波ちゃんが帰っていきますように。そんなことしか書かれていない。すいません、神々で本当に。
向こうの家ではナミも同じように寂しい思いをしているのだろうか。そう思うと私の胸は張り裂けそうになる。7月10日、ナミはまだ口を聞いてくれない。ほとんど部屋に閉じこもったきりだ。夜中にそっと寝顔を覗きに行くと、ナミはコロコロと笑った。コロコロと笑った。妹と遊んでいる夢でも見ているのだろうか。何度もナミの名前を呼んでいる。7月12日、ナミの身の周りで変なことが起こり始めた。おっと誰もいないのに物が倒れる。何かが割れる。ひどい時には小さな瓶が動き出したりさえする。僕とナオミは顔を見合わせた。ポルターガイスが始まったんだ。ナオミの心にそういう力が備わってしまったのかしら。この辺りから屋敷には異常、超常現象が頻繁に起きるようになったのだ。なったようだ。翌年になるともっとひどい状態になる。翌年の7月3日かな。ナオミの、8歳の誕生日だ。ナイフを入れようとするとバースデーケーキが粉々に飛び散った。どんな状態だよ。スッパコーンみたいな。ナイフスッパコーン。どんなナイフの力だよ。もうトリコもびっくりだわ。ナミは、ナミが怒っているのだという。今日の誕生日をナミはどこで迎えているのだろうか。7月18日、ナミの日記、絵日記を見た。妹のことばっかり綴られている。ナミちゃんごめんね。ナミちゃんごめんね。ナミちゃんごめん、ね。そればかり書かれているページがあった。ナミは自分がナミを思い出したかのように思っているんだろうか。7月21日。また、ナミの絵日記を覗こうとしたら、突然日記は火を吹いて燃えてしまった。そして、ナミが怖いと言い始めている。超常現象もひどくなりつれて、ナミの自閉症もどんどん強くなる。ナミは超能力を持ってしまったのね。だが本人は気づいてないみたいな。逆に波が起こっていると思い込んでる。ナオミの中に波を作り出して、その波がものすんごい力を持ってしまったのかな。屋敷のポルターガイスにはさらに年々ひどくなった。なるほど。多分この屋敷には波がもう一人いるようだな。多分それが一人歩きしてるようなものなのかな。ガラスが割れ、物が壊れ、ひどい時には何十枚の皿が一度に宙へ舞い落ちて割れたと記されている。シューポンシューポンシュ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 カシャカシャカシャみたいな。発火現象も起こった。いきなり壁が燃えたり、ベッドに火がついたり、着ているものが燃え上がったりした。毎年ナオミの誕生日前後がもっとひどかった。ある時母は一時的に手が動かなくなった。体が壁に半分飲まれたから買ったこともある。壁に半分飲まれた。ちょっと一時的に手が動かなくなった。ナミは怖いと死のように身を固くして、一点を見つめたまま動かなくなってしまうようなことが多くなった。ナミの顔は黒ずんで、肌は土のように変えてきた。そしてついに6年前に恐ろしいことが起きる。いいか、読むぞ。お母さんの最後のページを読んだ。7月3日、ナミ14歳の誕生日。8歳からいきなり飛んだから、6年後。ナミは今日の誕生日をどこでどう過ごしているのことだろう。いつまでも部屋を出てこないので、見に行くと、ナミは今日、未来になってしまっていた。お姉ちゃんが未来なんだ。お姉さんが未来なんだ。僕らはしばらく声を失って見合った。信じられないことだ。ナオミは数々の超常現象を起こした果てに、その自分の力に負けて未来になってしまったのだという。しかし、あの未来がナオミだとすると、今まで僕らの前にしばしば現れたのはナオミだったのだろう。ナオミは何だったんだろう。ちょっと待ってください。今まで僕らの前にしばしば現れたナオミは何だったんだろう。なるほど。それちょっと、あれはナオミの塊だ。魂だった。ミラーとなっても魂だけは生前の姿で現れるのだろうか。でもどうしてこんなことが。もしかしたらシャドウってやつかもしれないな。シャドウ、僕は昔読んだ心理学書を思い出した。シャドウ、本人の知らない意識、潜在意識のそのまた奥に、そこにある自我のことだ。
普段は表には出ないが、こいつが一旦外に出るととんでもない悪さをする。多重人格になったり、超常現象を起こしたり、もしかしたらナオミはそのこのシャドウに支配されてしまったのかもしれない。そう、だからナオミの中にあったナミがもう具現化してしまって一人歩きしてると。もっとわかるように説明して。これは俺の想像だが、僕は僕の考えを話した。ナオミは仲良しのナミとは離れ離れになって寂しかった。耐えられないほどにしゃべって寂しかった。よし、ちゃんと読むぞ。だがこれは表の意識だ。意識の底のさらに奥底では、ナミはお母さんのことを恨み始めていた。まあどうして、この耐えられないほどの苦しみを作ったのはナミをよそへやったお母さんと自分を捨てて出ていったナミだと思い始めたんじゃないか、ないのかな。そんな、私そんなことのなかったのに。ナミは叫んだ。私の方がよっぽど寂しかったのよ。そうよ、今はっきり思い出した。私寂しくて寂しくて何日も泣き明かしたわ。私を捨てたお母さんやお姉さんを私の方こそ憎いと思った。そうか、でもナミだったらナオミのシャドウの気持ちもわかるだろう。人の恨みや憎しみがシャドウを作り出す。ナオミの強い恨みがとうとう怨念のシャドウを作り出してしまったんだよ。そう、でも変だわ、ナミは僕を見た。だったらどうして自分までミイラにしてしまったの。だよな、僕にもそこまではわからない。シャドウが一度出てきちゃったらもう本人の力じゃどうにもならないのかもしれないな。だから妹がいなくなったくらいでメソメソしている自分がまず許せなかったとか考えられない話ではない。でもお母さんは、ナミは言った。お母さんはなぜいないの。なぜいないの。日記はどうして6年前で終わっているの。ナオミのシャドウはお母さんにまで何かしたの、というところでパート4、これで終わりにしたいと思います。いやー、ナミの真実が分かりましたね今回。この家で生まれて、まあとりあえず幼女にされてしまったと。まあ養子になって他の家に引き取られたと。それでまあもう一人の姉のナオミが新たな思念を具現化してしまった。その怨念のせいでいろんなことが起きたみたいですね。ということで、これでパート4は終わりにしたいと思います。いやー、今回でいろいろな謎が解けましたね。今回なぜこのような館になってしまったのかということが分かりました。では次回はこの続きをやっていきたいと思います。では次回お楽しみに。さようなら。